こちらテイガー。そろそろカグツチ近辺か。そうだな。カグツチの防護陣まであと2000といったところだ。そうか。そのあたりはまだ空間が不安定みたいだな。調子はどうだ。ほう、お前が私を気遣うとは珍しいこともあるものだ。無駄口はいい。どうなんだと聞いている。良好だ。空間が不安定だということは、統制機構がまた何か企んでいるのか。でなければトンボ帰りでお前を送り込まんよ。ふん、だろうな。まあ目的は大体見当がついている。お前の任務に影響はしない。今回の任務はノエル・バーミリオンの保護で間違いないな。そうだ。別に持って帰ってくれば、保護だろうと捕獲だろうと構わん。しかしどうして急に。聞いても面白くないだろうが、説明してやる。現在第7機関内のバカどもの間で、ノエル・バーミリオンとラグナザ・ブラッドエッジの処置に関して揉めている。揉めている？機関の決定ではないのか。機関も一枚岩ってわけじゃない。組織なんてどこもそんなもんだ。現にカグツチに他の機関員がゾロゾロ出入りしているしな。第7機関も本腰を入れたというわけか。そうだ。特に目の処置に関してはいろいろあってな。いろいろとは？お前も自傷鑑賞は経験しているだろうからわかると思うが、目の扱いは少々面倒くさい。できれば他の機関員が接触する前にノエル・バーミリオンを確保したいのだが。了解した。全力を尽くそう。ああ、だがそこまで焦る必要もないぞ。他の奴らが先に接触したところで何ができるとは思えないからな。そうなのか。あのバカどもは目の価値を理解していない。逆に青の魔導書が優先だとか、うるさくてかなわん。確かにあのラグナザ・ブラッドエッジは青の魔導書一つで図書館と互角に渡り合っているからな。まったく、あんな最弱な魔導書に何の価値がある。ここの絵を前から気になっていたのだが、その最弱とはどういう意味だ。ん、そうだな。簡単に言うと、青の魔導書には致命的な弱点がある。致命的な？ああ、致命的なやつだ。完全に弱点の分かっている最強だぞ。怖くはないだろう。確かに攻略法のある兵器など意味をなさないな。まあ今回のお前の任務はノエル・バーミリオンの確保だ。青の魔導書のことは気にするな。というか今回あれには。テイガーさん、まもなく降下ポイントです。準備してください。了解した。ここの絵すまん。最後が聞き取りづらかったが。ああ気にするな。とにかくお前はノエル・バーミリオン確保に全力を尽くせ。ラグナザ・ブラッドエッジについては最悪の場合処分しろ。あれはもう用済みだ。了解した。あと奴とライチについてはどうする。奴らに関しては臨機応変に対応しろ。お前に任せる。確認は以上か。今準備しているものがあって少々忙しい。最後にもう一つ、白面はどうした。現在最下層に封印中だ。うるさいからな。あれは奴でも解除することは不可能だろう。奴も災難だな。降下ポイントです。降下準備を。ああそうだ、最後に通信状態が悪くなってきたな。後ででいい。まずは任務に集中しろ。了解した。 TR-0009 テイガー、状況を開始する。降下行動終了。さて、防護陣はうまくかわしたようだな。カグツチまで1500といったところか。
ここならいいだろう。そろそろ出てきたらどうだ。即位システムに反応がないということは迷彩の術式か、他の機関のものか、それとも図書館か。残念ながらどちらでも敵ではにゃい。さすがは第七機関の赤鬼ニャスね。私を知っている？それにお前カカ族か。そうニャスよ。こちらは違うが。そっちは人間か。私の名はトラカカ、カカ族の戦士ニャス。この子はこの子はプラチナ。ある人の依頼でこの子をカグ土に送り届ける最中にあんたが空から落ちてきたニャス。なので様子を伺っていたというわけニャ。ある人？それは言えないニャス。信用問題に関わるからニャ。でもあんたたちの敵ではないことだけは保証するニャス。それを信じろと。信じるか信じないかはあんた次第ニャスよ。ま、とにかく遠回りをしようかと思ったが、この辺りは魔素が薄いニャスから。確かにここは魔物が多いな。先ほどから気配がする。あんたに怯えて出てこないみたいにゃ。こっちにはプラチナもいるし、あんたについていけば魔物も襲ってこないから、少し距離を空けてついていくことにしたニャスよ。ふん、魔除けか。なるほどな。こちらの事情は全部明かしたニャス。だからその拳を引いてもらえないんですか。貴様本当にカカ族か。どういう意味ニャス。カカ族にしては賢いと。まあ気分を悪くさせてしまったなら謝る。気にするにゃ。事情は理解した。分かっていると思うが、私の方は何も話せないぞ。特に知りたいとは思わないにゃす。こちらの安全さえ確保できればそれでいいにゃすよ。なるほどな。分かってくれたか。物分かりが良くて助かるにゃす。タオ風に言うならいい人にゃすな。いい人かどうかはともかく、うん、そういう理由なら共にカグ土へ行くか。そうにゃすな。お願いする。了解した。では行くぞ。ここの絵聞こえるか。ああ、そこは通信状態が比較的いいようだな。今カグ土に到着した。そうか。道中問題はなかったか。高架地点の森でカカ族の者と会い、目的地が同じだったため同行した。先ほど入り口で別れたが特に問題はなかった。カカ族？まあいい、分かった。問題がないなら直ちにノエル・バーミリオンの捜索を開始する。ああ、とりあえず即位システムで青の残滓を追跡しろ。ノエル・バーミリオンは今少なからず青の波長を発しているから反応があるはずだ。了解した。それと一つ、その即位システムだが何かあるのか。ラグナザ・ブラッド・エッジの青と判別ができない。もしかしたら捜索が面倒なことになるかもしれない点を注意してくれ。了解した。とりあえず情報を得るために統制機構近辺を調査する。構わん。そのあたりの采配はお前が。どうした。し、少し待て。心得。おい心得。構わん。18から32番まで閉鎖しろ。そうだ、全て閉鎖だ。その他はいい。どうせ奴には意味がない。無駄なことをするな。衛兵隊？向かわせるな、バカ。死にたいのか。奴がその気になったらこの施設の8割が吹き飛ぶぞ。分かった。そうだ、構わないからそのまま外に放り出せ。今すぐだ。たく、どうなことになった。大体察しはつくが。白面が脱走した。
やはりな。向かう先は間違いなく家具土だろうな。奴も青を追うだろう。手段は問わん。見つけ次第拘束しろ。干渉はできないのか。多分無理だろうな。この一件にはおそらくレイチェル・アルカードが絡んでいる。こちらテイガー、オリエントタウンに移動。テイガー。ん？どうした？ライチに遭遇した。あなた今博士と通信しているのね。お願い、博士と少し話したいの。私に繋いでくれないかしら。今は任務中だ。すまないが、ここの絵も忙しい。任務中？いえ、ごめんなさい。わかったわ。でもできれば後で。お前の要件はおおよそ察しがつく。この際だからはっきり言わせてもらおう。奴、今は荒くねだったが、ライチ、奴はもう無理だ。お前も科学者ならわかるだろう。あの侵食はすでにレベル D を超えている。そうなった者の行く末は嫌というほど見てきたはずだ。分かっているわ。分かっているからこそ助けたいのよ、ライチ。確かに奴はまだ形を保ってはいるが、正直それ自体が奇跡のようなものだ。本来なら他の者と同じように。言わないで。奴が何を考え何を求めたかは私も知らないが、あれは自身で望んで落ちた。教会の青に惹かれた。奴はお前ではなく青を選んだんだ。他の者は自業自得で、荒くねだけは特別か。それはおかしな話だろう。侵食された者の多くは望まずにそうなってしまったんだ。今現在も苦しんでいる者は大勢いる。私はその苦しんでいる者たちを何人も楽にしてきた。だからこそ言えることがある、ライチ。あれはもう無理だ。あれを救う術はここの絵でも持ち合わせてはいないだろう。それでも私は。お前の責任か。違うな。あれは奴と私の席だ。博士。心得。少し甘やかしすぎたな。テイガー、そこのバカ弟子に少しばかりお灸を据えてやれ。自分でやれと言いたいところだが、断れんのが軍人か。悪く思うな。私が勝ったら話を聞いてもらうわ、博士。行くぞ。The wheel of fate is turning. Rebel 1, action. Counter. すまんが、誰かいるか。はい。先生、あなた先生に何したの？面倒だからその辺で倒れてたとか言ってごまかせ。オリエントタウンで倒れていた。多分過労ではないかと思って診療所へ連れてきたが。そうか、ここが本人の住居か。それはちょうどよかった。おお、ずいぶん嘘がうまいじゃないか。光栄だ。え、そうなの。わざわざありがとう。じゃあそこのベッドに寝かせてもらってもいいかな。
なあ。ありがとう。さっきは疑ってごめんなさい。いや、構わない。この図体だからな。どう見ても危険だ。そんなことないよ。お詫びと言ってはなんだけど。そうだ、お茶を用意するね。ない。彼女はこのままで大丈夫なのか？見たところ少し顔色が悪いくらいで異常はないし、呼吸も正常だし。うん、大丈夫。ちょっと待って、今入れるから。見ただけでわかるのか？うん、毎日見てるし。それにこれでも先生の弟子だから。すまんな。ん？これはウーロン茶か。あ、ごめん。もしかしてウーロン茶嫌い？いや、そんなことはないが。先生がウーロン茶大好きで、自然とそればっかりに。先生は自分に正直でさ。ずいぶん好いているのだな。うん、まあね。でもここに来たばっかりの頃はみんな少し怖くて遠巻きに見てるだけだったんだけどね。僕もその一人で、先生もそれを分かっていたはずなのに、それでも親切で裏表のない人で。それで少しずつ話してみたら、すっごく素敵な人で。そうか。で、どうして僕こんなこと話してるんだろう。あなたって不思議な人だね。すごく優しい目で話を聞いてくれる。なんか変な感じ。僕ちょっと薬取ってくるね。慕われているな。内調、お前はもうすでに幸福というものを理解しているのではないか？私はもう行く。いつまでもここに厄介になっているわけにはいかないからな。彼女にはありがとうと伝えておいてくれ。ではな。話は終わったか？ああ、時間を取ってしまって悪かった。速やかに任務に戻る。いや、気にするな。こちらからも野暮用の依頼ができたからな。野暮用だと？ああ、機関内のとある部署から協力要請が来た。今制作中のやつなんだが、完成のための部品が足りなくてな。それを調達しようとしたところで依頼と引き換えになったというわけか？ああ、その通りだ。そのための工作員もそちらにすでに侵入しているらしい。コードネームはヌーだ。了解した。指定場所に行きデータを受け取るだけだと言われたが、可能ならその後も協力を続行しろ。分かった。それにしても随分サービスがいいな。それほど重要なものなのか？最優先事項と言っても過言じゃない。ロッシュ堂の、いや、最高級のチョコレート部品だ。ここの絵、通信状態が芳しくないようだ。もう一度頼む。最高級の部品だ。分かったか？分かったら復唱しろ。復唱する。カグツ市内で内通者ヌーと接触後、指定場所に行きデータを受け取る。そしてここの絵は最高級の部品を獲得する。間違いないな。パーフェクトだ。了解。優先任務を変更。ヌーと接触する。指定場所に到着したが、あれは。貴様、図書館。統制機構の士官だな。こんなところで何をしている？こっちも大きいけど、あんたも大きいね。
探し物だよ。探し物？そうそう、幻の生物ヌーを探してるんだ。ヌーっていうのは昔いた地上の動物で、今は博物館か辞典でしか見られないんだよ。ヌーだと？やっぱりソーセージはヌーだよね。そうなのか？そうだよ。貴様がヌーか？そうだよ。まさか統制機構の制服のままで来るとはな。挙句私に簡単に背後を許し、注意力が足りないのではないか？こういうのは逆に堂々と自然体でいた方が怪しまれないもんだよ。現にあんただってそうだったでしょ。とりあえずこれ約束のデータね。確かに。用事はこれで終わりだよね。もう行っていいかな。これは興味本位で聞くことだ。答えたくなければ答えなくていい。貴様は統制機構の人間だろう。しかもその制服は士官のものだ。統制機構の士官といえばその立場、将来を約束されていると聞くが。まあね。分かっているなら一言で済むな。なぜだ？今の世の中ってさ、すごく便利だよね。術式があれば何だってできちゃう。その気になればこの大きい生き物だって作り直すことができる。その命がそう望まなくてもね。それってさ、正直おかしいよ。そうだな。ねえ、こっちからも聞きたいことがあるんだけど。任務に差し支えなければ答えよう。あんたはノエル、ノエル・バーミリオンを探しているんだよね。残念ながら答えることはできない。別に答えなくてもいいけどさ、覚えておいて。ノエルを傷つけたら、相手が誰であろうと私は絶対許さないから。覚えておこう。よしっと。ちょっとばかり話しすぎたかな。まあいっか。んじゃねん、赤お兄さん。ここの絵、雑用は終了した。そうか、ならば引き続き。待て、これは青か。